界のアニタ・エチバーゲのマスキングゼルを作った時に、ひらめきました。ひょっとして、このインクで、クリアーインク作れるんじゃね？しかし、プリンターのインクは水性です。そこで、水分を全部飛ばして、薄めインクで溶かせば、良いんでは。前回のインクの爆発を踏まえて、投稿されてた手袋を装備。シルビュープリンターのベッドの温度を100度近くまで上げて、一気に蒸発させます。何日かかるかわかりませんが、自然乾燥でも大丈夫だと思う。95度まで上げました。タイムラプスです。約30分。溶剤で薄めてみます。感じかもしれない。綺麗に混ざりました。空き瓶に移し替えておきます。光沢クリアで、なるべく多く採取。いかがでしょう、めっちゃ、それらしいものができました。100均のプラスチックスプーン。びっくりしたのが、プラスプーンが、お一人様、一つの購入限定だったこと、塗装準備をします。一つだけ、マステで半分隠しています。まずは、ベースにホワイトを。シルバー塗装の下地として、光沢ブラックを塗装。シルバーを塗っています。さて、いよいよ自作クリアピンクを塗装していきます。均一に塗るために、3本まとめて塗装します。これは、いい感じかもしれない。約15分後。だあ、分離してるじゃないか。それと、効果で引っ張られてるのか、細かいブラックが。食いつきが悪かったのかもしれないので、旋盤で足付けをして脱出しました。
シルバースタジ。自作ラッカーのね。裁判のペーパーを開け、脱出したもの。半日乾燥させてあるんですが、インクとクリアが分離していて、インクは乾燥してません。拭いたらこの通り。プリンターのインクは専用なので、上から薄い色を塗っても染み出さないかと思い、マスクで塞いでたのも、あるんですが無駄でしたがブルー。自宅近くは、模型や塗料の入手手段が、家電量販店しかなく、特殊なものを販売していません。そうなると、通販しかなく、塗料より送料の方が高くなってしまいます。それをなんとかできないかと思ったんですが。水洗いしてきました。こう見ると、ほとんど着色されてませんね。